どうすればお客さんはランクアップするようになるっていうと小さい子供を成人にして一人の立派な一人前の大人にする要はもう社長にするぐらいのレベルですね一人で自分で考えて自分で行動するっていう人にしないといけないわけですねでそのために必要な要素の一つがまず一つ目が、えー、厳ししいけれれども愛にあふれた良心として接するええー、優しいだけではお客さんは成長しません それどころか優しく優しく育てた子どもはどうなりますか手がかかるだけ要はこれは何かっていうと利益率の低い客ですなので AA までは定着化させないといけないから本当に手厚く優しく優しくやっていかないといけないけども AA から AAA に上がる時は優しいだけの親では独り立ちしません。 というかビジネスにとっては最悪の客が育ちます <laughs> でほとんどののビジネスこの客を抱えてますでよう考えたらこの客おらなくてもよかったんじゃないか会社の売り上げ見るとこの客いるんですけど利益見た時にこの客いらないんですね大体なのでここはあのー、ここまでは優しい お母さんの役目まあお母さんが大体優しさの役目をするんですけれども人の,あの子供の教育っていうのはそしてお父さんが怖い厳しさの存在っていうところですね。なんで優しい、えー、厳しいけれども愛にあふれた両親として接してあげないといけないわけですね。ここまではねここまでに厳しさ見せるといなくなっちゃう確率が高いので <laughs> 見せてもいいんですけどまあまあ。 優しさ8割厳しさ2割ぐらいのノリですかもうこれは感覚の問題なんで商品によって違うんでもう明確なことは言えないですけれどもここから重要になってくるのは WA から今日の話のほ,、まあ、ほとんど WA から AAA にしようとする自我を芽生えさせて自分で考えるお客さんにしようとした時に優しいけれども厳しい愛にあふれた両親の役割しないといけないわけですね。 じゃあどういう状態かっていうとこういう状態です、えー、あなたがお客さんのことを気にかけていわゆる自分の子供ですから常に気にかけてお客さんのことを気にかけてそして彼らがお客さんが順調にいく様子を見たいと思ってるもっともっとあなたがうまくいくといいね温かく見守ってる、えー、そしてそれをお客さんに分かってもらわないといけないんですね思ってるだけじゃ意味ありません ですよね、だから、まあ、それがだからご両親の愛だったりするわけじゃないですか。例えばご両親は子供が良くなってほしいと思,わ思ってなくて厳しいこということは絶対ありません。けれども子供にそれが伝わわってないなことはあるわけですね要は親が厳しいだけの存在であれば反抗して終わり理由もよくわからない親の愛を感じないわけですね。けどそれはは大事なことは 常にお子さんの将来を案じてもっともっと素晴らしい人生を送ってもらいたいから厳しいことを言ってるっていうことが伝わるから初めて親の愛を受け止めて努力しようとするわけですよね。ビジネスでも一緒です。えー、お客さんのこと私はあなたのことを気にかけてるんだよ気にかけて要はかえかえ言われてるわけじゃなくてもっともっと良くなりたいお客さんにもっともっと素晴らしい人生を送ってもらいたいっていうのを常に気にかけてる。まあね、あの継続しない理由の一つが 無視されていると感じるっていうことですから常に自分のことを気にかけてくれてるんだなっていうことを相手に感じてもらわないといけないこれはダン・ケネディのようにたくさん DM 送りましょうですよねたくさんメールを送りましょうっていうことですねそして順調にいく様子を見たいと思っているこれをポイントですよ本当にこれは分かってもらわなければ意味がありませんお客さんがよくなってほしいと思っているそして常に気にかけてるっていうことを分かってもらわないと いけまでもただそれだけやったら優しいだけですね優しいだけのご両親ですそれで終わるんじゃなくてわがままには応じずわがままは非難して責任を自分で負わせないといけないだこれはまあだからそれが まあまあ課題の分離とかっていうもいろいろいろなまあいろんな言い方ありますいろんなそのアドラーでいうと課題の分離とか言い方もするんですけれどもこっからここまでは私はあなたをもっともっと素晴らしい人生になってもらいたいからこっからここまでは私の仕事ですでもこっから先はあなたの仕事でしょあなたがやるべきことですよわがままには応じずわがままは非難して自分で責任を負わせるっていうことが大事です。 ですから僕もビジネスでコーチング入っている会社さんには方向性もすべて言うし何をやればいいか行動レベルまでお伝えしますでもそこから先のリサーチをしたりそこから広告を作ったりっていうことはあなたの仕事ですっていうことですねでダンケネイの言葉から言うとそれをもしあなたが私にやれ教えてくれっていうんであれば私があなたのビジネスを買い取って代わりに社長としてやりますだからここが僕の線ですね それはビジネスだだれみんながこの線でやりなさいってわけじゃないですよ。そうじゃなくて皆さんのビジネスにおいて皆さんができる線はどこかっていうのをはっきり決めないとだから過保護と優しさは違いますからね。